最後の誓いは、BBC が2014年に制作した、ドラマ、シャーロックのシーズン3エピソード3である。原案は、チャールズ・オーガスタス・ミルバートン・ザ・アドベンチャー・オブ、チャールズ・オーガスタス・ミルバートン、最後の挨拶日ズ・ラストボーである。英国首相に対する恐喝の疑いで、新聞社紙のマグヌセンに対するサモン会が開かれる。終了後邸宅に戻ったマグヌセンは、サモン委員長である。 レディス・モールウッドの夫が書いた手紙をネタに彼女をねだりにかかる。レディス・モールウッドはマグヌセンと対峙するべくこの一件をシャーロックに依頼する。数日後、近所のケイト・ホイトニーに頼まれ彼女の息子をジャンキーの溜まり場へ迎えに行ったジョンはそこでシャーロックに出会う。調査のためだったというシャーロックをジョンは信用せずモリーに彼の尿検査をさせた上 マイクロフトにも通報する。マイクロフトはアンダーソンらに221バイトで薬物を探させるが、シャーロックがマグヌセンの調査に動いていると知ると手を引くよう警告する。マイクロフトたちが帰った後、ジャニーンがシャーロックの寝室から現れ、ジョンを驚かせる。シャーロックは彼女と交際していることをジョンに明かす。 ジャニーンの出勤後、マグヌセンが221バイトを訪れ、スモールウッド卿の手紙をちらつかせる。その夜、シャーロックとジョンは、マグヌセンの新聞社が入ったビルに向かい、ジャニーンが秘書であることを利用して、彼の自宅フロアへ侵入する。シャーロックは、このためだけに、ジャニーンと交際し、婚約まで申し込んでいた。 二人がマグヌセンのオフィスへ向かうと、ジャニーンが殴りつけられ気絶しており、ジョンは彼女を解放する。シャーロックは、香水の匂いから、レディスモールウッドが侵入者だと推理するが、侵入し、マグヌセンを脅していたのは、同じ香水を使っていた、メアリーだった。メアリーは、シャーロックを撃ち、マグヌセンを殴りつけて、ビルを後にする。メアリーは、 心停止から奇跡的に復活したシャーロックに、ジョンには黙っていてほしいと口止めをする。入院している病院から抜け出したシャーロックは、レンスターガーデンズのファサードに、メアリーを呼び出す。彼はメアリーが、シーザーになった子供の身元を、墓場から盗み出していたと言い当てる。メアリーはジョンにだけは黙っていてほしいと訴えるが、シャーロックの計らいでジョンは、暗闇から全てを聞いていた。 三人はベイカー街に戻り、メアリーは自分のすべてが入った USB メモリをジョンに渡す。メアリーは殺しも請け負う外国人諜報員で自分を終身刑にできる情報を握られたため、マグヌセンを狙っていたと話す。数ヶ月後のクリスマスの日、ワトスン夫妻とウィギンズはホーム付けに招かれている。ジョンはメアリーが渡した USB の中身を読まずに暖炉に放り込み、 メアリーを受け入れると誓う。一方シャーロックはウィギンズに命じてマイクロフトたちに睡眠薬を飲ませマイクロフトのノートパソコンを持ってジョンと共にマグヌセンとの交渉に向かう。マグヌセンのメガネがウェアラブルコンピュータだとの推理が外れたシャーロックは自分をアップルドアに招くようマグヌセンに頼んでいた。アップルドアに着いた二人はジョンを 外人形に詰め込んだのがマグヌセンの仕業だと知る。メアリーを脅していたマグヌセンの真の狙いはマイクロフトだった。彼はマイクロフトの GPS 付きパソコンを使ったシャーロックの罠を見抜き、マインドパレスによる記憶術で人々の秘密を握っているだけでアップルドアに保管庫はないと告げる。物的証拠はなく、メアリーの秘密がマグヌセンの脳内だけにあると知った。 シャーロックはパソコンの位置情報を追ってきたマイクロフトたちの前でマグヌセンを射殺する。マグヌセンを殺害したシャーロックは当初断った東王への潜入任務に向かうことになり、ワトスン夫妻とマイクロフトは飛行場まで見送りに行く。ところが彼のチャーター機が離陸した直後、英国中のテレビに DIDU MissME と口を動かすモリアーティが映し出され、 シャーロックはわずか数分で呼び戻されることになる。原案は、チャールズ・オーガスタス・ミルバートン・ザ・アドベンチャー・オブ、チャールズ・オーガスタス・ミルバートン、最後の挨拶ヒズ・ラスト・ボウである。原案、最後の挨拶の現代は、ヒズ・ラスト・ボウ。このエピソードの現代は、ヒズ・ラスト・バウである。前者のボウは、お辞儀、挨拶という意味、後者のバウは近いという意味の英単語である。 ストランドマガジン紙掲載時にシドニー・バジェットが描いたミルバートン。チャールズ・アウグストゥス・マグヌセンという名前はチャールズ・オーガスタス・ミルバートンに登場する恐喝王から取られている。ジョンとメアリーのもとへ女性が息子の薬物摂取と家出を相談しに来る筋書きは唇のねじれた男から取られたものである。彼女の名前ケイト・ホイットニーや息子の名前アイザックも 同じ作品に由来する。ジョンが彼女の息子を迎えに行くと、そこにはシャーロックがいるが、原点でも、ケイトの夫アイザーを迎えに行ったワトスンは、アヘンクツで、ホームズに出会う。この、唇のねじれた男冒頭には、メアリーが夫、ワトスンを、ジェームズと呼び間違えるシーンがあり、これが、ワトスンのフルネームを、ジョン・ヘイミッシュ・ワトスンとする説の根拠とされている。 シャーロックの仕事を手伝っているウィギンズの名前はヒーローの研究に登場するベーカー街遊撃隊の隊長から取られている。また彼の愛称の一つであるビリーはマザリンの宝石などに登場する221バイトのボーイから取られている。このシーンでモリーがシャーロックの薬物摂取を確なめるのは原点4つの署名でのアトスンの役割である。 マグヌセンをシャーロックがサメに例えるのはミルバートン中でホームズがミルバートンをヘビに例えることに由来する描写である。またシャーロックはマグヌセンを恐喝のナポレオンと称するが原点のホームズはモリアーティ教授を犯罪界のナポレオンと称している。マグヌセンの邸宅アップルドアは原点ミルバートンにも登場する。マグヌセンの元へ忍び込むためにシャーロックは ジャニーンとの交際を利用する。一方、ミルバートンでは、廃漢校、エスコットに変装したホームズが、ミルバートン邸のメイドアガサを垂らし込んで情報を手に入れている。また、そのために婚約を申し込む点も、原点に準拠している。マグヌセンのスキャンによって、ハドスン夫人のフルネームが、マーサルイーズ・ハドスンであることがわかる。原案の一つになった、最後の挨拶には、 ホームズ系のバーヤとして、マーサという女性が登場し、彼女をハドスン夫人と同一視するシャーロキアンもいる。シャーロックはジョンの結婚太りを指摘するが、ボヘミアの集文冒頭でも、同様にホームズがワトスンの結婚太りを指摘する。オフィスで倒れているジャニーインを見て、シャーロックは女って本当に気絶するのかと述べる。一方、空き家の冒険では、 ホームズの帰還に驚いたワトスンが気絶しており、ワトスン女性説が唱えられる元にもなっている。シーズン3で3回目の引用となる、確率の問題だよとの言葉は、4つの署名中に登場する。シャーロックはマグヌセン20を向けているのが、レディス・モールウッドだと勘違いするが、ミルバートン中には、ミルバートン自身が自分を襲いに来た女性の正体を、見誤るシーンがある。 また、彼女は夫をネタにして、マグヌセンにねだられるが、この設定には、原点でミルバートンを襲いに来た女性の造形が、投影されている。マイクロフトのセリフ、東風がやってくるぞは、直接的には、最後の挨拶で、第一次世界大戦回戦を予感するホームズの言葉からの引用であるが、その真意は、シーズン4で明かされた。原点の、このシーンでは、東風は英国では、 大陸から吹きつける冷たい風になるため、ドイツによる戦争を東風に例えている。ジャニーンは、シャーロックとのゴシップネタで得た、情報量で、サセックスに蜂の巣箱がある別荘を買うと告げる。原点、第二のシミや、ライオンのたてがみ、最後の挨拶には、引退したホームズがサセックスに引っ越し、養蜂に励んでいることが語られる。シャーロックを探し、ジョンやレストレードは、 ロンドン中の隠れ家を探しにかかるが、ブラックピーターでは、ホームズがロンドンに少なくとも5つの隠れ家を持っていたと記述されている。メアリーは、ファサードで暗闇に座るジョンを人形と勘違いするが、空き家の冒険、マザリンの宝石には、ホームズの老人形のシルエットを使って、犯人をおびき寄せるシーンがある。メアリーが読んでいるホームズ夫人が書いた数学書は、 タイトルがザ・ダイナミクス・オブ・コンバスチョンとされている。一方、原点では、モリアーティ教授の著作として、ザ・ダイナミクス・オブ・アン・アステロイドが挙げられている。この作品の初代は、翻訳では、小惑星の力学とするものが多い一方、モリアーティが数学者とされていることから、実際は、アステロイド曲線の力学だったのでは、とする説も上がっている。メアリーは、自分の本名のイニシャルが、 AGRA だと明かすが、四つの署名は、あぐらの宝物にまつわる話である。マグヌセンの邸宅、アップルドアには、室内に、たくさんの木々が植えられているが、ミルバートンでも、ミルバートンが立派な音質を持っていることが語られる。マグヌセンの、ミドルネーム、オーガスタスは、英語読みでは、オーガスタスだが、彼を演じた、デンマーク人のラース・ミケルセンは、これを、 アウグストゥスと読んでいる。ローマ帝国初代皇帝の名前がアウグストゥスと読まれるように、ミケルセンの母国語デンマーク語や、近縁のドイツ語、ラテン語などでは、英語と同じスペルでアウグストゥスと読むのが一般的である。一方で、英語圏のシャーロックなどは、彼の名前をオーガスタスと発音している。また、マグヌセン自体は、デンマーク系の名字の一つである。この作品は、 マグヌセン役のミケルセンにとって初めて英語で演じた作品である。マグヌセンの邸宅とされたグロスターシャーのスウィンヘイハウス。マグヌセンの邸宅アップルドアとされているのはグロスターシャーのスウィンヘイハウスである。シーズン2代にはバスカビルの犬ではジョン役のフリーマンが運転免許を持っていなかったためシャーロック役のカンバーバッチの運転にへシーンが差し替えられている。 本作でもメアリー役のアビントンの運転シーンは存在するがよく見るとフリーマン自身の運転シーンは撮られていない。本話のメイキングでモリー役のブリーリーの目がうまく距離感を捉えられないためモリーがシャーロックを平手打ちするシーンの前に彼女がカンバーバッジの手を借りて何度か練習したことが語られている。シャーロックはマグヌセンの秘密収集校 アレクサンドリア図書館に例えるが、これは世界中の文献を収集することを目的として、プトレマイオス一世により、紀元前のプトレマイオス朝エジプトの都市、アレクサンドリアに建てられた図書館である。マグヌセンのスキャンにより、ジョンが総合診療医であること、マイクロフトが正式にミロクに所属していることがわかる。シャーロックがジャニーンへの婚約指輪を買いに向かうハットンガーデンは、 セントポール大聖堂などにほど近い宝飾店街である。マグヌセンの自宅フロアで気絶している警備員は14ワーズのタトゥーを入れていることからシャーロックに人種差別主義者だと推理される。メアリー役のアビントンは本話のメイキングなどでメアリーの正体について第3話の脚本をもらうまで知らなかったと述べている。また本作で シャーロックを撃つシーンが一番のお気に入りと答えている。マグヌセンはメアリーに銃を向けられながら、デンマーク語で、ノーに当たるネイと喋っている。メアリーに撃たれたシャーロックが後ろに倒れ込むシーンは、カンバーバッチの体型を採寸して作った装置を、後ろに倒して撮影されている。カンバーバッチは、本話のメイキングでこの装置は、バスカビルの犬で使われたベッドが起き上がってくる仕掛けを、 参考にしているのではないかと語っているが、特撮担当のダニー・ハーグ・リーブズも、このシーンのオマージュとして作ったことを明かしている。またこのシーンでは、自転車の車輪に木材とカメラをつけて、回転撮影が行われている。マインドパレス中のシーンで、幼少期のシャーロックを演じているのは、脚本のモファット、制作のスーパー中夫妻の息子、ルイである。彼は、大いなるゲームでも、 人質に取られる子供の声を担当している。メアリーに打たれたシャーロックのマインドパレスには、モリー、アンダーソン、マイクロフト、モリアーティが現れるほか、赤ひげの正体としてセッター犬が登場する。レンスターガーデンズに実在するファサード。シャーロックがメアリーを呼び出す。レンスターガーデンズのファサードは実在するものである。本作でもカンバーバッチの実の良心である。 ティモシー・カールトンとワンザ・ベンサムがホームズ兄弟の両親として登場している。ホームズ兄弟の会話でマイクロフトはシャーロックを竜退治の英雄に例えている。一方、ジョン役のフリーマンが主演した映画ホビットではシャーロック役のカンバーバッチがフリーマン演じるホビット・ビルボラに退治される竜、スマウグを演じている。シャーロックが飛行場でジョンに明かすフルネーム ウィリアム・シャーロック・スコット・ホームズは、シャーロキアンの WS ・ベアリング・グールドが書いた、ホームズの伝記、シャーロック・ホームズがストに浮かぶ、その生涯で示されたものである。この作品は、小林司によって翻訳され、現在では、川で文庫版が入手できる。なおこれはあくまで一人のシャーロキアンの学説であり、ドイルによって公式に示された設定ではない。 最終シーンで、レストレードがいるパブは、ミニエピソード、幸せな人生をで、彼がアンダーソンと会ったパブである。ありがとうございます。